皆さんこんにちは。こんにちは。テレビ朝日映像、清原です。長崎です。長崎カメラマンが作ってたファインダー。はい、はい。はい。あれ、まあ、ちょっとしばらく経ちましたけど、結構経ちました、ね、できたということで。できました。ちょっとあの見せていただいて、ありがとうございます、はい、こんなネタまで拾っていただきありがとうございます。もうあの分かってるように置いてました、ね、分かったかなり。ちょこれ出来上がったのがこちらになります。これの、はい、今これカバーしてますけど、そうですね、あの僕が作ってたのはこの部分ですね。カバーは外せないです。カバー外せます、はい、これは雨カバーなんですけど、はいはいはい、NX5R とか、はい、まあこの手のサイズのものだったら大概割と入るんですけど、はいはい、まあ、テンマっていうブランドのカメラにします。はい、テンマ、これ知らないですよ。テンマはテンマってないですよね。なんかアマゾンで売ってるんですけどね。自分これ2台目なんですけど、使いやすくて、はい、割と作りもしっかりしてて、僕はこれすごい好きで2個目買ったんですけど、これジップすごいですね。そうですね、ジップも下にこうついてて、なんかマウンテンパーカーのこのジップのような止水ジップですね、これは。まあ閉めちゃえば、本当に水入ってこないみたいな。腕、手どうやって貼る？で、まあこういう形で、下を開けてやってると。はい、これやってると前にこれ出てくるんですよね、だいぶ。そうなんですよ、これがね、だんだん前に出てきて、で、雨降ってるといまいちファインダーもちゃんと見えてなくて、いつの間にか右の端とかが雨カバーが出てきてるとかちょっと残念な絵とかになっちゃうんで。これはそんなになんないですか？うん、やっぱキュッと閉まってるんで、このここは長いんだ。ここが、はい、マジックになってて、このめっちゃいいよ。街も長いので、めっちゃいいっすね。はい、ずれないんですよね、これあんまり。で、ファインダー。はい、そうですね、作ってたのはそこですね。そうなんですよ、ここなんですけど、じゃあどうなってたかって、まあ、ちょっとキヨさん見てもらっていいですか？はい、お、すげえ見やすい、これすげえ。あ、これはいいね。全然苦じゃないな、これ。しかもピンも取りやすいな、これ。これはかなり目は楽じゃないですか。あの慣れないとちょっと酔っちゃう人もいるかもしれないですけど、まあ、ちょっとどうなってたかっていうと、中にですね、プロクサーのレンズが入ってて。プロクサー入ってるんですよ。ファインダー、そこそこちっちゃいですけど、これがまあ大きく見えるので、引き伸ばされてこう見えるから、ね、そうですね、はい。じゃあそれちょっとバラしてみるとどうなんですか。はい、おお、すげえ。まあ、全部マジックテープで留められるように作ってます。はいはい、で、本来あのさっき言ってたテンマっていう雨カバーだけの状態だとこういう状態なんですよね。これで、ね、よく分かりづらい状態そうですね、テカるし。これそうなんですよ。めっちゃ嫌だな、これ。ここ閉じとけば、まあ、確かに雨は降ってこないんですけど、ここに雨がつくんですよね。あ、そうだ。そうなんですよ。あ、そうだ。そうすると結構見えないんですよ、で拭いても結局ずっと雨は降ってる状態なんで、こういう室内でこれだったら全然見えるんですけど、結構見えないんですよね。ピンとか絞りなんか特に分かんないですね、これね、はい。まあ、デジとかだと特に、はい、でファインダーも一番濡れると壊れやすい部分なんで、ここは結構気を使わなきゃいけなくて、はいはい、で結局見えなくなると何してたかっていうと、はいはい、こういう状態になっちゃうんですよね、はい、このファインダーを外に出すっていう、ボディは濡らさないけどファインダーだけ出しちゃうみたいな。でまあ、こうすると結局ここから水が入ってきたり、ファインダーが壊れたりする原因にもなるので、あんまりやりたくない、はいはい。うん、まあ、それと日差しが強い時のためにこのシェードを作ったということですね。そうなんですよね、はい、でこのシェードはこの間も説明したかもしれない、フードマンというところの 3.5 インチ用のファインダーが純正で売ってるので、純正サンシェード、はい、サンシェードが売ってるので、はいはい、これにこの 77mm のクローズアップレンズをはめ込みます。無理やりはめ込む実際 4K のやつで、まあ、浅いと思うんですけど、はい、やった時にかなり役に立つんですか、これ。うん、やっぱ見やすいですね。あるとないとですね、違う。大きく見えるとやっぱりその分ピントも取りやすいですし、しかしよくここにこれ持ってこようと思いました、ね、これはね、教えてもらったんですよね、田中カメラマンっていうカメラマンに。これハマるよって言われて、ありがとうっつって教えてもらって、はい。でこれは、買ったけど
こっちはどうなの？こっちが作ってたやつ。そうなんですよ。で、これじゃあなんでこれだけじゃダメなのかっていうと、この光がちょっと乱反射してるように見えませんか？で、これが太陽の下だとちょっと見づらいんですよね。まあ、湾曲してるしね、こう。そうなんですよ。だから結局このサンシェードに対してのサンシェードが必要だなっていうことで、サンシェードに対してのサンシェードが必要なんです、ね、作り始めたのがこちら。これこの前やってたやつ。はい、端っこで透明のプラスチック。そうです、そうです、そうです。でこれ透明のプラスチックどこ行っちゃったのかというと、この中に今入ってて、でこれ自体が箱状になるように。これ自分で塗ったんですか？そうなんですよ。めっちゃ綺麗に塗ってある、これすげえいい、これ。なんか普通売り物カードじゃん。本当に本当に。うわ、めっちゃ丁寧に塗ってあるぞ、これ。で、マジックテープも長さをちゃんと買って決めて、で、裏側は、フェルト地というか、要は、こっち側だとちょっと反射がまたしちゃうので、うん、内側はフェルト地にして反射しないように。こういうことですか？そうです、そうです。これが、まあ、表というか。はい。で、これ開けると中、はい、まあ、見る方ですね。これがフェルト、反射しないようにですってそんなこと考えるんだな、なんか。まあこれを作りました、うん、で、これ、うん、これもなんですか？これこっちのじゃなくて、これじゃないんですよ。あ、そうなんだ。はい、これはこれを差し込んだ時に、はい、結局この隙間ができちゃうんですよね。うん、あ、これよ、こうつけたときに、うんうん、これも後ろからこうベルトで回すっていうことですね、はい、で、そうやってこう、これ以上ここがくっつかん、うん、まあくっつくんですけど、うん、やっぱりこういうところに隙間ができちゃって、これ雨の時にこの隙間って結構命取りじゃないですか。で、これなんでこの雨カバー2代目かっていうと、うん、1個前はここをガム手で一生懸命止めてたんですよ。そうなんだ。でもやっぱ雨だしつかないし、もうここがベッタベタになっちゃうんですよね。何回もやるから、はい。で、なんかいい方法ないかなと思って、この残ったこっちで残った生地で、はい、あ、これも手作りなんですね。はい、すげえな。で、これが何、ちょうどまあ元々ここにマジックテープがついてたので、すげえな、これ。つけて、で、反対側もつけて、うわぁ、うわぁ、すげえ。完全に塞ぐわけですか？そうですね。まあ、ちょっと今雑にやっちゃってるんで、はいはい、あれですけど、マジックテープでちゃんときっちりでいいんだ。はい、つくように。うん、だからそうすればこの部分からも雨の侵入はかなり防げるように。これ天馬にちょっと言ったらどうか作ったんですけど天馬ですよね。はい、天馬。よく分かんないけど天馬っていうのは、はい、いいねって言うと思いますよ、これね。これはちょっとね、うん、なかなか頑張ってできたかなと思いますね、うんうん、すごいな、これ、はい、うん、これをまあじゃあカバーのカバーをやって、はい、で、それに自分で作った、はい、これはどうするんですか？あ、これ、うん、それ前にやるんだ。いや、これは、うん、シェードのシェードね。シェードのシェード、はい、何残っちゃいたの？で、上に来る。うわー、すごい、これめっちゃすごいな、これ。何不自由ないですねそうですね、割とうまくいったかなと思うんですけど、ちょっと担いでみてみます。はい、結構近く、目の近くに来る。うん、もう全然。わ、めっちゃいいじゃないですか。すごい見やすいですね。これは用途としては雨の時用。それ これはもうマックスで言うと雨の時用なんですけど、全然この雨カバーを外せば晴れてる時でも、まあ、シェードのシェードとして使えるかな。ちょっと外してみましょうか。あ、これは？これ。ここになんか。これちょっと細かいんですけど、100円ショップで両面テープのマジックテープが売ってるので、それをちょっとここの角にファインダーに被らないようにつけてあげて、そうすることによってこのファインダー自体がずれることを防止できるっていう感じですね。
ここにつけてあげて、うん、これつけてないとどうなるんですか。つけてないとやっぱりこのこれ自体がズズってずれて、うん、外側に滑っていくんですね。はい、滑っちゃってあの角っこが見えなくなったりとかまあやってる間にパコって外れちゃったりとかするんで、うん、めっちゃいいぞこれ。これ長崎さんだけですよ、自分専用っすよね。そうですね、ここまで作ったのは多分いないですね。うちのカメラマン誰かいます？いや、いないんじゃないですかね。いないですよ。はい、今回はですね、かなりニッチなネタで、相変わらずですいません、はい、自分で作った3シェードなんですけど、これかなりね、見やすいです、うん、で、老眼がちょっと来ちゃってる人とかでも、クローズアップレンズを入れることで、うん、ピントが来やすくなるので、うん、ぜひ皆さんやってみてください、はい、まあ、長崎さんに分かんないときは長崎さんに質問していただいて、はい、はい、これからもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。